今回ですね、山崎ビスケットエアリアルテリヤキマヨ味ですね、こちらの方ですね、購入してみました。前にですね、動画でアップロードしたんですけれども、濃厚チェダーチーズ味エアアルのですね、食べまして、それがですね、サクサクっとした食感がすごく良くて美味しかったのと、あとですね、コーングリッツを使っているということで、香ばしいですね、香りが食べた時にしてすごく美味しかったので、気に入りまして、それで、 違う味の方もですす。ね、購入してみたたといった感じで,すでこの照り焼きマヨ味もですね4層になっていて噛むとですねザクザクッとした軽い食感でコングリッツのですね香ばしい風味とあと照り焼きマヨなのでこの醤油、甘醤油感じですねちょっと甘い感じと醤油の香ばしさあるのと後味でマヨネーズのコクが来るような感じの味付けでこれですねすごく美味しかったです。 前回のチーズ味もですねすごく美味しかったんですけどもこの照り焼きマヨ味もですねかなり美味しかったので,で軽い食感がですねすごくいいのではい、おすすめのお菓子です少しですね食べている時の音ですね撮っていますのでそちらの方もですね気になる方はですねチェックしてみてください